何言っちゃうかな。これがグミの目。ほら、いっぱいになっちゃうようなこれ。びっくりになってきたな。うん。アリいっぱいだばって大丈夫だろ。なんだけか。今アリの薬かける。このほらこの牙、うん、これは何なん、何の実、アメリカンの種類だはんで、なんて言えばいいだ、本で調べればいい。あ、おいさきと、あ、まゆみさんだな。あったかくなってきたな。うん、そのぐらい食べなくて、かな。はい、お疲れ様です。ね、最近というか、ちょっと風邪ひいて、体調が悪いので、一応ね、抗原検査、今僕がコロナにかかってるかどうかっていう検査をしたいと思います。まあ、検査キットあるんでね、それはなんか変異株対応のやつ、それをやっていきたいと思います。もうほんと、咳、鼻水出るし、咳も出るし、ちょっとね、コロナだったらやばいなっていうことで家族にも移せないのでちょっとやっていきたいと思います。はい、じゃあよろしくお願いします。晴れてんな、風が気持ちいいね。はいよ、はいよ。もうちょい行く。唾液による。待て、口ですすがに甘い。気泡のない唾液を口に集めるため、ほぼ1分間から2分間マッサージします。気泡のない唾液、そもそも。どうやって使うわけ？なんか入っちゃう。絶対出るじゃんな。1ミリだべ。ちょっと何減るのか。1ミリリットルな。1ミリだべ。1ミリリットルな。1ミリリットルって1ミリだでねの。ここの線。ちょっと学年のバレでもあるよ。1ミリ。1センチ。違う違う違う。リットルだはんで、そのセンチとかでは測れね。センチとかちょっと。し。で、キャップして振ると
どのくらいでも上がるの？8分間。8分間振るの？うん、よく振ってください。これで結果が上がるやつ。ここの S に3ってきたらします。気泡は避けてってむず。入るじゃん。3ってきってどういうこと？ 1,2,3 や。1,2,3、はい。で、8分。はい。検出なしです。コロナではありませんね。私。検出なし。まだ8分経ってないよ。8分経ってね、バテ、出た。ただの数です。よかったまあ一応8分経たすが、8分経っていきなりここピッてもう1本出てくるかもしんない。ハンデ8分経ちました。結果ここの C っていうロゴさえ言えばコロナの検出なしで、この C と T 両方さ線ピッピッて入ればコロナが検出されたっていうことなんですけど、変異株対応のやつ使ってます。なんで今回僕コロナじゃなくてただの結構重めの風邪っていうことで、はい、ありがとうございます。よかった、コロナじゃない。コロ絶対コロナだと思ったんだ。待って咳出るしさ、鼻水も出ない。切れよん、切れって。今日あのなんだっけ、杉の花粉とかもなった。あ、だよな。あ、そうそう、花粉とかも、花粉症だ。ハンデ交差とかも飛んじゅうらしいじゃん、うんうん、そういうのはあればはもうグズグズしてまるハンデ。グズグズだね、うん、よかったですグズグズだね。だって今日はあの、あ、無理だと思って2階でずっとこうやって寝ちゃうもんグズグズだね。もうダメだと思って座ってもらう以来にあって、なんかこう体グニョンってなって。熱あるでね。熱ねえのよ。いやーん、検出なしっていうことで、はい、よかった、あっぶね。ワンコロナスかかるとこしたわ。危ない危ない。はい、ということで、はい、僕はコロナじゃありません。はい、よかったですね。はい、はい、